なんだ、ここは。あ、王様。君は一人で戦うのだ、我が闇の力と。どうした、諦めるのか、私の支配を受け入れるというのか。あんたはアンセムじゃない。あ、匂いが違うんだ。俺の心の中にいるアンセムは強い闇の匂いを放ってる。でもあんたの匂いは違う。闇じゃなくて別の何かだ。やっと分かったよ。最初に俺を導いたのはあんただったんだな。あんたはアンセムのふりをして現れ、俺にカードを手渡した。俺を闇と戦わせるために。ふん、その通りだ。リズとでも呼んでもらおう。ずっと君を見ていた。あんた何者だ。俺に何をさせたいんだ。選んでもらう。選ぶ。君は特別な存在だ。光と闇のちょうど中間、黄昏に立っている。だから波音に会って選べ。波音？誰だ。会えばわかる。ここにナミネがいるのか。待ちな。お前変わったな。前に会った時は自分の闇を怖がってたのに。なぜわかる。俺はお前だからさ。俺は俺だ。俺は俺か。羨ましいな。本物は偽物の俺には絶対に言えないセリフだ。そうだ、偽物なんだよ俺は。俺の姿も記憶も気持ちも全部、それにこの新しい力も。新しい力を手に入れたら、お前の偽物じゃなくて別の誰かになれると思った。だけど何も変わらない。虚しいままだ。やっぱりみんな借り物なんだ。お前が存在する限り俺は永久に影なんだ。行くよ。
俺、滅ぶのか。滅ぶのは怖くない。どうせ偽物なんだからな。本物の心なんて持ってないんだ。今感じてる気持ちだって多分嘘の気持ちさ。何を感じてる？偽物の俺が滅んだら、俺の心どこへ行くんだろうな。消えちまうのかな。どこかへ行くさ。多分俺と同じ場所だ。ち、そんなところまで本物の真似かよ。あんたがナミネか。はい。そうか、あんただったのか。え？いや、いい。彼に会って。空！空に何をした？大丈夫、眠っているだけ。記憶を取り戻すために。空はこの城でのことを忘れる代わりに記憶を取り戻すことを選んだんだな。あなたにも選んでほしいの。俺は空みたいに記憶を奪われたりしてないぞ。記憶じゃないの、闇のことなの。あなたの心には闇があって、そこにアンセムが宿ってる。今は封じ込められてるけど、やがて目覚めて、いつかのようにあなたを支配してしまうわ。だから私の力を使って。私の力ならあなたの心に鍵をかけられる。そうすればアンセムはあなたの心から出られない。心に鍵をかけられたら俺はどうなる？空みたいに忘れるのか。忘れるんだな。記憶と一緒にあなたの心の闇も封じ込められるわ。闇を思い出すこともなくなるの。昔のあなたに戻れる。リク、選んで。のんきな顔だな。俺もこんな風に眠るのか。うん。こいつ、昔から勝手なやつでさ。
俺と一緒に何かしてるとき、いつも自分だけサボるんだ。島を出るイカダだって、真面目に作ってたのは俺だけだったな。決めた。こいつが目を覚ましたら怒鳴りつけてやる。帰りを頼むって言ったのに、なんでのんきに眠ってたんだってさ。なのに俺まで一緒に眠ったら、カッコつかないだろ。心の鍵なんていらない。俺はアンセムと戦う。でもアンセムの闇に飲み込まれたら、その時は闇が俺を導いてくれるさ。だよね。最初から俺の答えを知ってたみたいだな。知ってたんじゃない、願ってたの。闇に立ち向かってほしかった。あなたにはその力があるから。それであんたはあの光の中で俺を助けてくれたわけか。帰りの姿でさ。気づいてたの？あって感じたんだ、帰りと同じ匂いだなって。空を頼む。